開成高校っていうところですね。はい、私立。そして大学が大学東京大学に行きました。ね、はい。Hello there! 始まりました、ムテチャンネルです。今回はですね、初の YouTuber さんのゲストでございますけども、キャスタイス TV のですね、小場翔さんに お越しいただきましたっていうか、まあ、お呼ばれしたエリアですけども、小場翔さんのカメラとか違うですね、カメラで撮ってるんですけども、はいね本当にありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。キャスタイス TV の小林でございます。よろしくお願いいたします。はい、そうですね。多分、はい、僕らのチャンネル見てる層が、どうなんでしょうね。かぶるのか全然わかんないですけど。そうですね。まあわかんないですけども、まあ結構、うちのチャンネルは大学受験の、はい、まあ授業してるわけじゃないんですけど、大学紹介とか、勉強法とかやってるんで、まあ、高校生が見てるということは、まあ先生の生徒さんが見てる可能性も大いにあると思うんで、はい、で概要欄にですね、キャスタイス TV 貼ってありますのでですね、はい、お願いします。ぜひ見てみてください、はい、女性の皆さんもですね、なんかイケメンのインターンたちからそう、僕はイケメンじゃないです、まあ、インターンにちょっとイケメンがいるかもしれないです、はい、かもね、かも、はい、ああどうですか、このキャスタイス TV っていうのを始めるきっかけとかっていうのは、始めたきっかけっていうのは、もともと僕はあの教育関係の会社を経営していて、である程度まあ経営が安定した時に、次にやりたいのが塾をやりたいと思ったんですね。でやりたいことが、その高校生に向けて大学受験のことを教えるだけじゃなくて、例えば学生に社会人になるためのまあ就活の話とか、まあキャリアの話とか、もしくは若い社会人の方にも参考になるような、そういうことをトータルで教える塾をやりたいと思ったんですね。なるほど。なんですけど、なんかそんなよくわからんコンセプトの塾って、まあ、絶対売れないと思いますし、普通にじゃあ高校生が塾に来ちゃったら、それは大学受験のことやらざるを得ないじゃないですか、はいはい、まあ、それはなんかちょっと違うなというのと、じゃあ僕とかが一生懸命じゃあ英語の授業をしたりとか数学の授業をするのってどうなのと、もう今に、ね、おいては参考書も映像授業もいっぱいあるんで、もうそれ使えばいいじゃないみたいなのもあって、じゃあ自分たちが語りたいことを YouTube 上で発信したらどうなるのかなって思って始めたのがきっかけなんですよね。そうだったんですね、はい、なるほど。その教育事業っていうのはどうなんですか、まあ、あ、ものすごい高学歴じゃないですか。いやいや、そんなことないです、はい、あれ高校どこでしたっけ。高校はですね、ちょっと僕も忘れちゃったんですけどそんなバカな開成高校っていうところですね。そうです、はい、私立。そして大学が、はい、東京大学に行きました。その頃から考えてはいたんですか、教育関係やりたいなとか。あ、それは本当に大学入ってからで、はい、その大学に入った時に、まあ、塾でチューターをやってたんですけど、はいはいはい、まあ、そこですごい楽しくて、ちょっと先生と違うのは、はい、講師をやっていたわけじゃなく、チューターなんで、どっちかというとその運営とか、はいはい、いろんな準備とか、生徒との面談とか、はいはいはい、そういうことをしたんですけど、それがめちゃめちゃ楽しくて、もう教育関係の仕事したいなって思ってたんですね、ずっと、はい、なんですけど、やっぱ自分で起業するのが怖かったのと、いきなり、なるほどなるほど、なので、まあ、最初ちょっと就職したんですけど、うんうん、であとまあ既存の会社に入っちゃったら、ちょっとまあこう年功序列じゃないですけど、はいはい、まあそういうところに入って何十年も頑張れる気はしなかったので、うん、まあそんなのがあって今に至るというところですね。へえ、そういう形で始めたわけですね、はい、どうでした、最初 YouTube 始めてみて。あ、もう全然ダメでしたね。もう大滑りも大滑り、ね、あの、はい、底辺も底辺で、はいはい、もう最初始めて、そもそも10ヶ月ぐらい経つまで1000人まで行ってないんですよ、はいはい、あ、そうなんですね。キャスタダイス TV というのは、はいはい、今やどれぐらいですか。最近はだから3万6、7000ぐらいまで来ましたけど、はい、本当にだから去年の、はい、7月にやっと1000人になったので、そうね、それまで10ヶ月やってたんですけど、はい、もう全然伸びず、1ヶ月の登録者数が22人とか、はい、24人とか、あ、なるほどそういう、俺はしなかったんですか、心が。あ、俺はしなかったですね。だから本当に僕は、はい、その映像を配信するという行為をしたことがなかったので、はい、自分がそんなにうまくできるなんて全く思ってなかったんですよ、はいはいはい、ただ将来絶対動画の時代は来るし、例えば編集のことが分かるだけでももしかしたら勉強になるかもしれないし、別にそのなんか他人に迷惑をかける動画を出すわけじゃないんで、
まあ、言いたいことをどんどん言ってみようと。で、最初そのターゲティングを間違えたんですよね。そうですね。いきなりちょっと企業とかの話から入っちゃったんで。ああ、なるほどなるほど。はい、ちょっともうキャッチーじゃないところから入っちゃったし、その、はいはい、まあ、言ったら言い方悪いですけど、例えば開成東大が語るみたいなことを言えば、はいはいはい、まあ、ちょっと食いつくものが、はいはいはい、そんなことを全く考えてなかったんで、はいはい、もうただのよくわからんおじさんとして語ってたんですよね。だからもう食いつき悪かったっていうのがあって、まあ、結構いろんな意味で失敗しちゃったんですけど、まあ、その後ちょっとずつ伸びたりした中で、あ、こういう感じでやっていくのがいいのかなってい う, こういいサイクルに入れて、まあ、一応そのまあ底辺のちょっと上の方まで来ました、はいはい、底辺 YouTuber のちょっと上の方の底辺何がこう、はい、ブレイクスルーというのかな、はい、こう、あ、これいけるなって思ったのかな。やっぱりそのフォーマットですよね。なるほど、はい、YouTube の動画を出していくにあたってのフォーマットをいくつか用意できたのが、ある程度登録者数を増加させるきっかけになったな、うん、特に例えば今日もそうですけど、どなたかコラボでお呼びして、その経歴とか昔のことをいい感じに僕が聞くっていうのは一個フォーマットになってて、はいはいはい、結構うちのコンテンツとしては人気なんですね。ははは。あと例えば大学の紹介があって、ただなんか早稲田ですとかじゃなくて、なんかマーチっていう、こう大学にくくったりとか、はいはい、何らかの大学にくくった大学を紹介したりとか、あとは例えばあんまりこれはいいのか悪いのか分かんないんですけど、ちょっと穴場の国立大学ってどんな大学、うん、とか、はあはあはあ、そういうものは人気ですね。あとはその過去問をちょっと調べてきて、はあはあ、数学得意なインターンがいるんで、そういうのを動画にしたりとか、ほうほうほう、フォーマット、ただまあそればっかり出してると飽きられちゃうんで、はい、まあ、ちょこちょこにはするんですけど、そういうものがある程度いいのかなっていうのと、あとやっぱこう YouTube ってやっぱ多様性に富みすぎてて、はいはい、すごい人はすごいんですよ、はい、だから週に2本しか動画出さないけど、出した動画でちゃんとズバーンと伸びるみたいな、はい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 、でも僕はそういうアイデアマンでもないし、やっぱ切り口鋭く何かトークができるわけでもないし、なんていうのかな、すごい人間じゃないんで僕は。だからコツコツやることはできるんで、じゃあ毎日動画出そうみたいな、なんかそっちにこうなんか自分のポジショニングを捉えられたっていうのもあるかもしれないですね。毎日、もうどれぐらい毎日やってるんですか？毎日は、一応ですね、1年も経ったかな、まあ、スタートしたのが2017年の9月なんですよ、はい、で2018年の2月にあまりにも仕事が忙しすぎて、はいはい、2週間ぐらいお休みしたんですよ。あ、そうですね、はいはい、ちょっとその、まあ、受験シーズンじゃないですか、はいはい、本当あまりにも忙しすぎて、僕も睡眠時間とかもなさすぎて休んだんですけど、それ以外はもう毎日出してるん で、 一応2月に途絶えたものも途絶えた後からなんで、まあ、1年以上は一応毎日は出してはいるってことなんですね。そうなんですね、はい、すごいですね。ただまあ僕がね全部企画してあげてないですし、なるほどなるほど、はい、編集も、他の外部の方に依頼したりとかもしてるので、あ、まあ、本当にいろんな方があってのキャスト STV だと思います。はい、なるほど、そういう感じなんですね。企画してる人もまたいるわけですね。そうですね、まあ、僕が企画する場合もありますけど、例えばインターンの子たちと会議をして、じゃあこんなテーマにしよう、じゃあまあおおよその、まあ、台本というか企画書というか簡単に作ってきてみたいなのを すごかったですもんね。もうストップウォッチで僕先ほど撮ったんですけどはい、はい、もう10分ぴったりみたいな感じですごいと思って、まあ、ぴったりというか、まあ、あまり長く盛り上がると長くなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、そうですね、そうすると編集とかも大変ですし、撮影の時間も限られてるんで、はい、無限に話せって言ったら無限に話しちゃうんで僕なるほど、はい、そこを抑えてる、ね、そう抑えてる役割もありますし、ただなんかあまりにもテンポよくなんかこう質問答え質問答えで、はい、あなんか6分で終わっちゃったらとちょっと寂しいんで、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、十何分かぐらいに、まあ、いい感じにアレンジしたんですね。いやー、はい、すごいなって思いました。いや、見習わなきゃと思って、いやいや本当に、いやすごいと思ってしたことない、もう何も考えずに喋り続けてる自分がもう、はい、すごくそうか、まだまだだなと思って、そういうところ、どうなんですかね。でも絶対、まあ実際もう先生のチャンネルも伸びてらっしゃるじゃないですか。でいやいや伸びてらっしゃるし、多分まあなんかいろいろ契約的な部分もあるのかもしれないですけど、はい、多分もっと伸びる要素もいっぱいあると思うんですよ ね。これからまずいわゆる授業する人が出てきます。おお、あ、そっか、そのご自身じゃなくて、なるほど、自分ができないんだったら、はいはいはい、他人にやらせようと思って、あ、なるほどなるほどなるほど、
なんで、はい、あの予備校講師が出てきたりイギリス人が出てきたりします。すごいいいですね。あでもなんか僕、はい、僕もあの当然毎日動画拝見してるんですけど、確かに先生が外国の方と喋ってるのとかをちょっと大変かもしれないですけど、こう英語字幕付きでめちゃめちゃ見てみたいですね僕。そうなんですよ、それ普通にそれで1時間僕見られるやりたいんですけどね全然、はいはい、本当に今で、まあ、イギリスの大学生、うん、あのセルタ高専の時に一緒にやってたのに、はい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 、ちょっとやってもらおうと思ってて、そこうまくいくか分かんないですけど、うん、まあそうですよね、はい、いろいろやっていきたいと思ってますけど、ね、そうですね、まあ、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.